Yeah. あ、これ今見てね。真ん中でこっちを向いて。レンズの奥の方を見る感じの力が欲しいので、はい、ずっとその奥をずっと遠くを見る。はい、OK、大丈夫です、はい、終了。よし、移動移動移動。しない方が風の具合としてはいいかもしれない。下顎を上げたり、ちょっと見ると、はい。ちょっと表情変えながら、下顎。なかなかいい写真が撮れたと思います。やっぱり何回かやってみるとその中でだんだん本当の最高の印象が分かってくるから、次に撮って今日が一枚だと思う。もう何でもいろいろ撮りたいと思って一回やったけど、でもやっぱりいいものちゃんといいんだなと、いい表情だけを撮ればすごくいいんだなと思います。いや、よかったです。まあ、みんなに助けられたのが一番大きいです。いや、もちろんね、ありがとうございます。いや、楽しかったです。なんかこうやって写真集ってなると、なんかやっぱ違いますね、言ってることっていうのは。写真を撮っていただくっていうことは慣れてないわけではないですけど、やっぱ別物でしたね。なんか作品を撮ってるっていう、一個の映画を撮ってるような感覚でもあったけど、それが静止画っていうのが